島県や宮城県で震度6強の揺れを観測しました。いいよ、こっち待ってて。気象庁の観測によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さは55キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.3 と推定されています。この地震で東海北陸地方でも静岡県の東部で震度4の揺れを観測したほか、震度3から1の揺れを静岡県を中心に各地で観測しました。各地の震度は震度4が静岡県の富士市と御殿場市、震度3を静岡市清水区など静岡県内の各地、愛知県飛島村、名古屋市港区、石川県珠洲市で、うまい、震度2を